ムーバー F505i は富士通製の NTT ドコモ向けの携帯電話端末である。505i シリーズでは5番目に発売された。デザインは F504 ミスを踏襲しつつ薄型化されている。メインディプスレイは大型、高解像度、多色になった約262,144色表示の2.2インチ、クベが液晶を搭載。サブディスプレイは 256色表示対応の UKL となっている。ただし、写真撮影時のファインダーとしては利用できない。メニュー画面は、それまでの F シリーズから大きく変わり、P シリーズに似た9個のアイコンが表示される形式になった。カメラは、約128万画素 CCD となり、F504 s よりも、大幅に、スペックアップされている。フォトライトも搭載されている。 接写撮影、動画撮影、QR コードの読み取りにも対応している。一方、F504 イにあったインカメラは廃止された。他の 505i シリーズと同様、外部メモリースロットを備えており、本機はミネスドメモリーカードに対応している。また、16メガバイトのミネスドメモリーカードが付属している。日本国内向け端末として、初めて指紋認証機能を搭載。 内側のボタン下に読み取り装置を備えている。ありがとうございます。